縁跡問題。縁石問題とは、古代の幾何学者たちによって定式化された、与えられた、長さの半径を持つ円に対し、定規とコンパスによる有限界の操作でそれと面積の等しい正方形を、作図すことができるかという問題である。海外では、円の正方形化とも呼ばれる。この問題は、有理数体から出発して、体のある元の平方根を追加して、 新しい体を得るという操作の有限界の繰り返しで円周率を含むような体が得られるかと言い換えることができる。1882年に円周率が超越数であることが示されたことにより、円積問題は実現不可能だと証明された。一方、コンパスや定規以外の道具を用いて円を正方形化することや、 コンパスと上下の実を用いて近似的な解を作図する方法が多く知られている。与えられた円に対し、それに近い面積の正方形を近似的に求める方法は、バビロニアの数学者にもすでに知られていた。紀元前1800年頃のエジプトのリンド数学パピルスには、直径がフォーミュラ1の円の面積はフォーミュラ2だと記載されている。シュルバスートラには、 インドの数学者による近似の手法、精度は劣るがが記録されている。また、インドの数学者たちは与えられた正方形に対して、それに近い面積の円を近似的に作図する方法も与えている。古代イギリシャで円の正方形化に最初に取り組んだのは、イオニア学派のアナクサゴラスだとされている。キオスのヒポクラテスは、円積問題に取り組む過程で、いくつかの三日。 月型、二つの円弧で囲まれた領域を正方形化を達成している。ソフィストのアンティボーンは円に内接する正多角形に注目した。多角形は正方形化できるので円の内接多角形の辺の数を倍々に増やして円を正多角形で埋め尽くせば円と同じ面積の正方形を求められると彼は主張した。それに対する懐疑的な見方は当時から存在し、 ロドスのエウデモスは、マグネトゥーズキャノットビーリバイデド、アップウィズアウトリミット、ソー i エリアオブザサークルウ f ルネバービーユスダップ、数量というものは無限分割不可能なのであり、ゆえにその円の面積は決して尽くされはしないのだと反論した。円積問題は、アリストパネスの喜劇、鳥の中にまで登場している。正方形化を定規と、コンパスだけを使って作図する問題として提示したのは、 ヒオスのオいのピデスが最初だと考えられている。ジェームズ・グレゴリーは1667年にベラ・セルキアライエ・ハイパーベリー・クワドリッチラ・エンと双極線の正方形化において、遠赤問題は不可能だと証明しようとした。結果的に彼の証明は間違っていたが、遠赤問題に対して初めて円周率の大数的な性質に基づいた議論を試みたものになった。 1882年にフェルディナント・フォン・リンデマンが円周率の超越性証明したことで円積問題が不可能であることの厳密な証明が得られた。与えられた円と等しい面積の正方形を作図するためには単位長さに対しての長さを作図することが必要となる。が、代数的数、代数方程式の解となる複素数ではなく超越数であることを示すによって 円積問題の不可能性が示される。実際、作図可能な数は、代数的数になるので、円の正方形化が可能ならば、円周率は、代数的数だということになってしまう。円の正方形化の可能性は、正方形の円化の可能性と同値なので、こちらの不可能性も示されたことになる。ヨハン・ハインリヒ・ヒランベルトは、1768年の、 論文でが無理数であることを証明し、さらに、当時はまだ超越数の存在すら証明されていなかったが、は、超越数だろうと予想している。が、超越数であることは1882年に、フェルディナント・フォンリンデマンによって証明された。制限を緩めて、コンパスや定規を仮想的に無限回使うことを認めたり、 ある種の非ユークリット空間で作図することを認めたりした場合には、遠赤問題の作図は可能になる。例えば、ユークリット空間では、正方形化は不可能な一方、ガウス・ボヤ・イロバチェフスキーが提唱した、双極期化学の空間では、正方形化が可能となる。遠赤問題の作図は不可能だが、に、ごく近い数を構成することで、与えられた円の面積を、 任意の制度で禁止する正方形を作図することは可能になる。与えられた有理数の長さを持つ線分を作図するのには、初等的な原理しか必要としない一方、このような方法による作図は得られる、禁止制度に比べて効率の悪い煩雑なものになりがちである。演説問題の作図が不可能だと証明された後にも、円の正方形化の美しい近似法、つまり、 同程度の精度の近似法のうちで、特に単純なものを見つけることに勢力を傾ける数学者がいた。近代の近似作図法として、アーネスト・ウィリアム・ホブソンが1913年に考案したものが挙げられる。これは、比較的正確な作図法で、の近似値として3.14164079、小数点以下4桁まで正確であるを用いるもので、 小数点以下6桁まで正確な次の近似値を用いた作図が1913年にインドの数学者シュリニバーサラマヌジャン1963年に C.D. オールズ1966年にマーティンガードナー1982年にはビーボールドによってそれぞれなされているシュリニバーサラマヌジャンは1914年 小数点8桁まで正確な近似値を用いた作図を見出した。ロバート・ディクソンは1991年小数点以下4桁の精度に過ぎないが古波に好きの近似と言われる次の近似を用いて作図した。円の正方形化が不可能だと数学的に証明されてもそれを認めようとせず何年も解放を求め続けた数学者も多かった。 トマス・ホップズも死ぬまでの24年間もの間、解放を得たと信じたため、否定したジョン・ウォリスを非難し続けた。そこで、英語圏では、スクエア、A サークル、円を四角にするという言葉を、不可能なことを企てる人の例えとして用いる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。